はい、どうもゆうたです。今回はこちらレイルのピッチングストッパーですねをちょっと変えていきたいと思います。まあミッションマウントとかそこら辺結構変えたんで入りはすごい良くなったんですけど、結局エンジンが揺れることによってなんか減速時のシフトの入りとかがあんまり良くなくて、ちょっとこいつで抑えていこうかと思います。はい、でピッチングストッパーの位置なんですけど、インタークーラーを外した裏にエンジンがあるんで、まずインタークーラーの取り外しをします。で、動画でもインタークーラーの取り外しを紹介したことなかったと思うんで、ちょっと外していきます。まずブローオフから外します。よいしょ。で、ここは12ミリですね。で、ここガスケットがついてるんで注意で、これで、あとまずちょっとホース抜いていこうか。ホース類をちょっと抜きましょう。よいしょ。すごい硬いな。久々にやるから。よし。だとね、向こう側もこうブローオフとかのやつね。よいしょ。あとこっち側にも、よいしょ、とここにもあるんで、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし。パイプ類とかこれで全部かな。危ね。だ、ここの本体自体が12ミリで止まってます。で、あとはこちら外すというか緩めるだけでいいね。ここ映ってるかな。ここにもあるんで、よいしょ。ここにも、ここも取ってなかったね。で、あとここのステーもちょっと取っちゃいます。
いしょ。これで本体がもう取れると思うので、よいしょ。はいはい。で、一応こちらに見えてるのが純正のピッチングストッパーです。ここの付け根がゴムのブッシュなので、まあたわみが出る、まあ衝撃吸収するっていう感じかなですね。で、まずこっちの奥側からじゃあちょっと緩めてみますか。よいしょ。あと手前側もちょっとじゃあ緩めますか。よいしょ。よいしょ。両方とも一応14ミリです。よいしょよいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、取れました。よし。はい、こんな感じ。うん、もうこういう感じでね、10プッシュなんですよ。まだ特にへたったりはしてなさそうだね。はい、じゃああとはこちらをつけていくだけ。まあ純正交換タイプなんで、そのままつけ直すだけ。よいしょ。こっちも。よいしょ。つけちゃおうか。うわ、足にアリが、なんか足が、アリが登ってきてる気がする。よっこいしょ。
いしょ。ラチェットのやつはあんまトルク締め付けるのに使わない方がいいかな。よいしょ。よいしょ。よし。じゃあ、インタークーラー戻していくんですけど、取るときと逆で、取るときは先に黒い方、スロットルのバタフライの方から取るんですけど、こっちのターボ側の赤いパイプから差し込む見ます。あそこの下がね、よく引っかかっちゃうんだよね、この赤いところ。ここもちょっと一回緩めた方がいいね。こんな感じで今ぬるっと入っていったんで、あとここ、あんまりちょっと見えてなかったね今。で、見えるかな、こっちのタービン側のパイプはあそこに奥に丸い穴があって、一応あれ以上下には行かないようにはなってます。ここを押しながらこうやって締めるんで、あんまり強いと行っちゃうんですけど、そういう工夫もなんかされてますね。で、これでちょっと締めていきます。よいしょ。で、あっちの赤いパイプが終わったら、次はこっち。こっちもこうやって手でずらして、ちゃんとまっすぐ。で、ホースバンドもまっすぐ。きっ
ちり合わせてあげて、よいしょ、あとこっち側も、よいしょ、はい、こんな感じ。じゃあ先にパイプ戻しちゃおうかな。よいしょ。はい。うん。よいしょ。よいしょ。うん。よし。よし。そしたら次はこのステーをね。次はじゃあこのステーを戻していくんですけど、先にこっち側を止めちゃおうかな。で次はこっち。よいしょ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 。はい、こんな感じ。あとこっち側も。よいしょ。よいしょ。で、こっち側のステーはね、止めなくても、取らなくても平気でしたね。ブローオフバルブですね。はい、ガスケットつけて、よいしょ。
よし、よいしょ。でインタークーラーアルミなんで、あんまり過剰トルクで締めるとネジ山行っちゃうんで、あのほんとここはトルク緩くて大丈夫です。よし、オッケー。じゃあ一応全部今ね取り付けが終わったんで、ちょっとおさらいです。インタークーラーのと、まずパイプはこちら、こちらで、ボルトがここ、あとこことここ、あとパイプここ、あとここブローオフ2本とで、ここもパイプ2本、こちらのパイプと、あとここのボルト、このステーは取んなくてもいけました。であとはこちら、あの赤い方で、一応インタークーラーの脱着はできちゃいます。はい、ピッチングストッパーちょっとつけてみての感想なんですけど、まあもう単純にそのピッチの動きが抑制されてるんで、なんだろう、アクセルオフの時の嫌なピッチの前後の動きの不快感とかがなくて、結構ねアクセルのレスポンスはすごく良くなりました。なんか正直に反応してくれる感じですね。で肝心の僕が気になってた、減速時のシフトのダウンなんですけど、まだそういうスポーツ走行みたいなことしてないんで、ちょっとまだわかんないんですけど、まあなんかフィーリング的には本当なんか気持ちよくはなりました。はい、っていう感じです。